こんにちは、ウエスト長岡店ゴミ川です。本日は前回紹介したノルテントのガメシリーズ、その中でも、別のカラー、ガメ8アークティックのグラビティゴールドというカラーをご紹介します。よろしくお願いします。これ何メートルぐらい積もってるの？50センチぐらいじゃないですかね。あ、50センチぐらい、はい、だいぶ減ったね。減りましたね。一時は1メートル近い。一時はもう車のヘッドランプとか多分埋まるぐらいすごいはずなんで。あ、だいぶ減りましたね。駐車場はもうすっきりだね、はい、一時期はもうそっちの駐車場右側全く使えなくて、左側もやっぱりほとんど使えない状況だったんですけど、ここ数日の高温でだいぶ溶けてきたんで。なんかこのロゴって元からついてましたっけ？ついてます。あ、これも同じ、収納袋も色違いだけど、色違いですね、中身一緒。今回ご紹介するガメ8アークティックグラビティゴールドなんですが、大きな違いとしてはまず当然生地の色が違ってきます。あとさらにですね、設営する時にもご案内するんですが、ポールのカラーが若干変わってくるので、それも含めて見ていただきたいと思います。まずポールを、通常のストーングレーというカラーだとサブポール、外周のポールですね、赤色なんですけれども、グラビティゴールドに関しては外周を回すポールが金色になっています。ここも大きな特徴ですね。あとはブラックポールというのはストーングレーとは変わらず同じ仕様になっています。ゴールドのポールが2本、ブラックのポールが全部で3本入っています。では黄色い外周ポールを差し込む前に、ちょっとカップの色をですね、確認していただきたいと思います。ブラックはそのままブラックなんですが、アークティックグラビティゴールドの場合、外周ポールが黄色なので、カップ、ポールカップの方もですね、色が変わってます。ちょっと見ていただければと思います。通常だとここの色違うんですが、これも金色というか、クリーム色のような、本当だ、ベージュのようなカラーになってまして、もちろんポールごとの、ね、色分けがされているので、非常に設営はやりやすいので変わらないですね。はい、でブラックのポールはブラックのポールカップに、これもやはり手袋したままでも簡単に外せるようにしっかりとしたポールエンドになってます。これでフレームは完成ですね、はい、あとはまあペグダウンして、はい、って感じですね。でペグダウンの箇所がひたすら多いので、すべてできればつけてあげた方がいいと思います、うん、最高の強度を出すにはすべてのペグをペグダウンしてあげてください、はい、今日のこの圧雪具合だと、はい、ペグは何がいいですかね。そうですね、結構下緩いので竹ペグみたいな、うんうん、ちょっと面積広めのやつ、うん、もしくはサンドペグのように
抵抗がでかいやつの方がいいですね。まあ、メインは、はい、あのウェイト系の竹ペグとか、ね、テントスノーウェイト系で、はい、でサブであのサンドペグって感じですね、はい。まあ、メッシュアンカーみたいなのを一緒にくっくりつけてもいいですし、もしお手持ちでそういうのないよっていう方は、まあ、あの抵抗を横にして十字にこうクロスさせて埋めてあげて、そうするとですね、抵抗保持力すごく高まるので、そういったテクもちょっと使ってみてください。サイズはこれ8ですね。はい、やめ8です。8のサイズが一番人気ですね。見た感じすごく大きいんですけど、ソロで使うにはさすがにでかいんですが、ご夫婦とかカップルでデュオで使うっていう方が意外と多くてですね、8が一番人気のサイズになってます。薪ストーブ入れてゆったり使えるっていう感じですね。はい、そうですね。こちらも同じくここにポートがついているので薪ストーブ出せます。小見川さん、よくこれお問い合わせいただくんですけど、はい、ゴールドっていう名前じゃないですか、はい、金色なんですかってよく言われるんですけど、ゴールドという名前ついてるんですが、金色とはちょっと違いますね、うん、むしろベージュに近い、ベージュとかタンカラーに近いからなと思います、うん、はい。なんか名前からすると金キラ金で派手なイメージありますけど、全然そんな感じはないですね。結構落ち着いてていい色っすね、はい、で節々のこの黒い、うん、まあ、バックルの場所とかフックの場所なんか黒いこう差し色が入っていて非常にかっこよくて、で、まあ、ゴールドという名前はついてはいるものの、見た目全然派手じゃないです。前回紹介した定番のストーングレイ、はい、これと仕様の違いって生地とかなんかありますか？いや、色と先ほどのポールの違い、ポールカップ以外はないですね。あ、じゃあ色は変わってるだけで、はい、生地のアークティックともう一つエクストリームというモデルがあるんですが、エクストリームというモデルにもこのグラビティゴールドがあって、そちらの方が生地強度、引き裂き強度は上になってます。アークティック同士であれば同じ、はい、同じです。よくお客様に聞かれるのが、光当たった感じ中から透けないですかとか、眩しくないですかっていうのは結構言われるんですけど、今まあまあ強めに西日差してるんですが、あまりこうジリジリ感ないです。逆にシェルターに閉じこもる時期だとこんくらい明るくたい、そうですね、いいかもしれないですね、はい。新潟の冬の場合だと晴れてる機会が本当に少ないので、このカラーも映えていいと思います。雪上ですごく映える色ですね。雪上でテントを固定する時なんですが、今実はですね、こちらの方に単造のペグ1本刺してるんですけれども、ちょっと見ていただいてよろしいですか。ここ踏み固めてあるんですが、単造のペグを雪上に1本刺してます。ただ刺してるだけなので、力が加わるとですね、こんな感じでスポンと簡単に抜けてしまいます。地面と違って雪はかなり柔らかくて抵抗が少ないので、こちらから引っ張られる分に関してはあまり問題ないんですけど、上に力が加わった時ですね、風でうわっと浮き上がることがあるので、そういう時なんか単造ペグとか普通のペグをただただ雪上に刺しただけだとスポンと抜けます。なので抵抗を高めてあげるために、ちょっとこれから2つテクニックをお見せしたいと思います。まず1つですね、ペグあんまり本数持ってないという方は巻きを使ってみてください。こんな感じのちょっと平たい巻きですね、これを使ってあげるんですが、ペグダウンする場所をちょっと一回掘ってあげます。そしてこのガイラインを巻きにこんな感じで通してあげて埋めます。そして埋めたところをしっかりと踏んであげます。
これすごく大切です。さっきの鍛造ペグを1本刺したところも実は固めてあったんですけど、簡単に抜けてしまいました。はい、これでかなりの抵抗が出ます。もちろん自在もバッチリと効いてますし、横に広い面積の広いものを埋めてあげるととても大きな抵抗になるので、柔らかい雪上ですね、で使う際には非常に有効なテクニックになります。まあ、竹ペグもいいですけどね、用意がない人はこれいいですね。薪だったら、お持ちのものか、もしくはキャンプ場で手に入るものがあると思いますので、あとはまあ平べったい棒だったら何でもいいですね。そうですね、とにかく雪に対して抵抗を出すというのが一番重要で、もちろんこういったスコップとかシャベルも持ってないと、まあ、掘ることもできないですし、翌朝ですね、地面が固まってしまって全然掘り出せないよっていうこともあるので、シャベルは必ず用意してください。こちらも実はですね、先ほどのペグを使って固定してるんですが、あるテクニックを使ってます。これも全然動かないです。効いてるね。これわざとじゃないんですごくパントマイム上手い人ってわけじゃないんでいや、そのバチバチに効いてるん で、何をしているかというと、このペグを2本使います。はい、今ちょっと埋まってるのを掘り出してみましょう。遺跡発掘みたいですね出てきた出てきた。こんな感じでペグをクロスさせてました。単純にこのペグをクロスさせて埋めてあげると非常に抵抗が強くなるので、これもですね、やっぱり面積を増やしてあげるという目的があります。そして埋めて固めてあげると、先ほどのように非常に強い抵抗が生まれて、なかなかペグが抜けなくなります。冬はペグは打つんじゃなく寝かせろってことですね。そうですね、とにかく面積を増やしてあげる、抵抗をでかくしてあげるというのが重要です。なんですけど、これも 100% 万全ではないので、必ず、ペグがしっかり埋まってるかですね、そういうのも確かめてから設営してあげてください。テントを雪上で固定する際なんですが、こういった鍛造のペグ、先ほどのテクニックを使うのもいいんですけども、スポンとすっぽ抜けてしまった時にこの鍛造ペグピュンと飛んでいってしまって非常に危ないこともあるので、軽い竹ペグですとか、こういった先ほどの薪を利用してあげた方が安全かなと思います。実際いろいろノルテントを紹介してきましたけど、はい、小見川さん実際おすすめってどれですか？おすすめ、そうですね、個人的にはなんですけど、ギャメ4がいいですか？はい、というのも設営するのがもう本当に楽で、うん、かつ2人ぐらいだったらまあ余裕のスペースがありますし、1人だったらもう十分必要十分なスペースがあって、もう全てに共通する非常に高い強度も持ってますし、何よりこういう使い方をしたいなというのがあって、スキー場に張っておいて、滑ってそこをベースキャンプにして泊まってまた翌日滑るというやり方をやりたいので。なるほど。それだと4のサイズ感がすごくちょうどいいんですね。なるほどね、はい、1人で運べてベース作れるというのが非常に良くて、もちろんこの8も非常に軽い部類には入るんですけど、ソロで使うにはちょっと大きいので、ギャメ4を僕はおすすめしたいなと思います。カラー的にはどっちがいいのかな。4つけがたいですね。ちょっと初めてゴールド見ましたけど、はい、かなりかっこいいな。かっこいいですね、これは。皆さんやっぱストーングレーを選ばれるんですけれども、そのゴールドっていうのは雪上で非常に映えます。綺麗ですこれ、かつそんなめちゃめちゃ眩しい生地ではないので、やっぱポールのこの金色なんで、すごいいい差し色になってかっこいいんですよね。これはメリハリが効いてるというか、カラーに。では私がバイヤーを務めるウエスト長岡店では、こういったように定期的にノルテントの設営を行っております。今店内ではギャメシリーズ設営しているんですが、ラボですとか、あとコイエですね、そういったシリーズも設営すること可能ですので、ぜひスタッフまでお声掛けください。よろしくお願いします。今回は以上となります。ありがとうございました。